スクはホームランをというところと思いますね。確かに序盤ですけども、決めにくい点なんですよ。打ち上げたファウルなんか次の本当に1点の取り方ですよね、というぐらいの、つまり現在 あのジャイアンツベイスターズの力関係なんでしょう。長嶋監督はこのところ3日間試合前のバッティング練習を見て、いやーすごいと、清原はすごいと、右だ右だ、引っ張るな右だ、これをもう今日は声が枯れたよというふうに言ってるんですかね。これは引っ張った。ですから少しの練習でですね、この駒田が去年からご覧のようにバットをちょっと寝かすようになりました。ヒットの数で自分の高めのボールに対するその圧球打ちっていうんですかね、まあ、駒田的にはスライドだと思うんですけど、その中にあったんじゃないでしょうか。なるほど。少しかがんでグリップも低くすることによって低めのボールの対応を考えているかと思います。ストライク、駒田ゾーンがちょっと狭くなりました、レフトは取りました。満塁で痛烈な当たり、右中間かと思う打球を西が飛びつきました。というシーンがあったんです。これで牧原は1回0点に抑えられました。ただコントロールに注意して投げているようだ、あとは分からないというコメントなんですね。ただこの牧原が先日札幌で中日相手に投げました。7月9日一つ勝ち越しました。それ100球ぐらいになったんですけども、やっぱり120、30って放っていくピッチャーがいなくなってきたんですね、で前に入ってしまうというケースが非常に多いですから、もう少し先発のイニングって長くしていかないと、だんだんジャイアンツがこう上昇していくということがないでしょうね。そうですね、はい、ですね、やっぱりね、長嶋監督が言うように今年の野球は守るも攻めるもとにかく異常な野球だったんです、異常な野球なんですというふうに言いますが、4三振なんですけど、ほとんどのウイニングショットが、あるいはストライク取るボールがフォークボールなんですね。ですからこれ後半やっぱり5回6回が非常に不安ですよね。わー、バット出ません。三振。